はいい、えー、ホワイトベース館内放送で、えー、ございますえー、とですねすねいません、ちょっとノイズ乗るんですけど、申し訳ない、これ、しょうがないです、ごめんなさい、しょうがないって言っちゃうんですけど、まあ、アプリの仕様だと思ってください、あのね、このね、自動的にこう、こうねズームしたりとか、ズームじゃないの、フォーカスしするじゃないですか、多分これが原因なんですね、これのオフに仕方が分からないんだよな、申し訳ない。 えーえー、すみません、あの雑談あしちゃいましたけども、表題の話にいきます、えーと。マグネットーコーティングあじゃない、マグネット入りオイルフィルターですね、はいえーまとあとあのマグネット付きのドレンボルトなんてありますね。まあ、オイルルフィルターっていうのはエンジンジ エンジンオイルですね、循環しているエンジンオイルをですね、えー、フィルタリングして、細かいゴミなんかを取り除くための紙のフィルターが入っているんですけども、えー、ドレンボルトっていうのはですね、そのオイルを交換するときに、下からこう、線がついてるんですよ、ねじ込む、ボルトの形をした線がついてるんですね。その線をポってあの抜いてやるとですね、オイルがバーって出まして、で、オイルをできたところでまた線をつけて、上からまたオイルをですね、入れ直すっていうものなんですけども、えー、これにですね、 まあ超強力ネオジウムマグネット付きみたいなやつがですね、えー、世の中にはフィルターおよびドレンボルトには設定されてます。で、あのーまあ、これもちろんマグネットが付いている方が若干高いんですね。マグネットコーティングの方が動きが早いんですよ。もっと早く反応してくれみたいな感じなんですね。えー、<laughs> で、まあね、効果、効果ど,のどれほどなのかと。はい で普通のフィルターじゃ、エンジン寿命は短くなっちゃうのかということなんですが、えー、と私の経験上の話でよろしければですねさせていただきたいんですけども、えー、正直、あまり効果は感じたことがないです。はい、特にオイルフィルターの場合は、ですねあの、まあ、そこに鉄粉がたまるっていうのは、うん ああんんまり見たことがなないんだよなあのドレンボルトについてるやつはそのドレンボルトの先端にねこういうピコって、えー、磁石があるとその周りだけこううっすら砂鉄っぽいのがついてるように見えなくもないっていう感じではありましたただあのー、本当に細かいものですよね でオイルっていうのは非常にこう粘性の高い流体まあ粘性の高い流体ってどういうことかでドロッドロしてるっていうことなんですよってことはですよあの水に砂鉄を入れたのとはちょっと違う話になっちゃうんですよドロドロしてるものに、えー、ですねそういう細かい微粒子の金属が入るですね一緒に流れてくわけですねマグネットがあろうがなかろうが押し流されちゃうんであんまり意味ないんじゃないのかなと思いますはい まあそれよりもですね、えー、フィルターそのものをこまめに交換してやった方があいいのかなあという感じですね。で、あのオイルフィルターってまあ見てみるとわかるんですけどもあのペーパーがこう詰まった時にですね、えー、まあその鉄粉で詰まりきっちゃった時にまあああのある程度こう圧力が強くなるとですね、えー、解放される弁がついてるんですよ、えー。確かリリーフバルブって言ったかな。 あのそんなものはついてるんですけども、えー、それがあの開くぐらいまでですね、えー、使っちゃうと、ですね、まあ、全然フィルタリングの効果がないと、えー、まあそういうものがついてるということはですね、ペーパーそのものが除去する鉄粉、金属粉の方がが非常にこう多く、多いというふうに考えられているということじゃないのかな。そそそののの先先ででですね、まあ、その先その手前で マグネットなななんんかいいいいいいくらてててもあまり関係ないんじゃないっていうののが僕の見解ですはい、だってペーパーで除去してるわけだからまあそのね除去するフィルターの中でどれだけこう鉄粉まとめててもあんまり偉くないんじゃないのっていうマグネットそのもので鉄粉を除去するっていうシステムだったらいいんですけども大前提ペーパーがついてるからあんまりねさ動作しててもしてなくてあんま関係なくないかなと。 で、あとは正直その、じゃあ、粉みたいな微粒子じゃなくて、えー、とこうやって判別できるぐらいの,この、ね、破片みたいなのがあったらどうするんだ。そ,そんなもんがあった場合、別にマグネットがあろうがなかろうが、あのもうエンジンぶっ壊れてますんで、あんまり意味ないのかなというような気がいたします。でまあ、本当、そんなもん使うぐらいだったら、えー、別に使ってもいいんですよ、オカルト的に。 はい、使ってもいいんですけど、あのまあ、こまめに、ね、交換してやった方がよろしいのではないのかなというふうに思います。あのー、バイクも車もですけども、非常にこうオカルトな商品が多いです、えーまあ。アーシングなんかも特にオカルトじゃないかって僕は思ってますけども、あと添加剤なんかもそうですよね。あと水抜き剤も半分ぐらいは、半分以上かな、あーオカルトだと僕は思ってます。はい、あとは、あと他にも、ね、オカルト商品なんかあったかな。えー ね、あ,あそうなんかエンジンや燃料タンクにこう入れるとなんかイ,イオンがどうのこうので爆発力がどうたらこうたらってやつもあったりだとかうーん他にもねいろいろこうオカルト僕は窒素ガスもオカルトだと思っているからあとあとどんなオカルトがあるだろうオカルト商品オカルト商品オカルト商品で効果があるとまとしやかに信じられているもの えっとああ昔この手のやつはないろいろこう調べたんだけど結局僕オカルト使わないから飽きちゃうんだよなうんまあ今言ったようなものの中にマグネット付きフィルターっていうのは含まれちゃうと思いますでもまあマグネット付き,付きじゃないって言ってもねそんなに値段は差がないんでまああの面白いと思ったら つけてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、そんなわけですね。やべえ、話終わっちゃった。<laughs> 質問ありがとうございます。はい。 えー、こんな感じで,ですね、えー、ホワイトベースではあ視聴者さんからのですね、えー、質問を受け付けております。でその中で私がですね答えられる範囲のものであればですねこのように回答させていただいております。別にこういうオカルト的な内容であってもなくてもですね、えー、教習で困っているとかあそうした内容でも特に問題ございませんので、えー、バイクに関わることおバイクに関わることじゃなくてもこいつだったらわかるかなとかこいつにちょっとこれ聞いてみてえなみたいなそ,そういうものでも構いませんので質問、えー 質問の中で、えー、興味深いものがありましたらこのようにですね、えー、回答させていただいておりますはい、えー。というわけでホワイトベース館内放送でございました皆さん、えー、いつもご視聴ありがとうございます皆さんのバイクライフにお役に立てれば幸いですホワイトベースの二宮翔平でしたありがとうございます